こんにちは、GCN ジャパンの土井ちゃんです。今回のビデオは、プロ選手がどんな風にペダリングをしているのか。ペダリングって本当に難しいですよね。映像を見て走りながら学んで、本能的にいいペダリングができるようになればと思います。プロ選手って本当に美しいペダリングをしています。今回はですね、今実際に僕がローラーの上で走りますので、その映像をもとに皆さんと一緒に学んでいけたらなと思います。さて皆さん、ペダリングは実際に自転車の上で多くを学びます。まずはあなたの体が自然に必要な最も効率的な方法でペダルに入力できているのか、またそれがスムーズにペダリングできているかどうか考えてみましょう。ペダリングを習得する上で、まずは円を描くという考えでペダリングをすることをせずに、スプリントをしてしまったり、自転車でスピードを出そうとするときに自然に引く力を皆さんは多用しているのではないかと僕は予測します。ポイントとしては、常に体の可動域に対して足の動きが自然な状態であることが重要です。自然に円が描けるように体を使うことが大事になってきます。そこでペダリングの際に引くとき踏むときで、それぞれ強く意識しすぎず、足の力を抜いてリラックスした状態でまずは深円を描くようにしてみましょう。そこから得られるヒントがあると思いますよ。効率的に、これはペダリングする上での合言葉ではないでしょうか。効率的にペダリングをすることによって、効率的に体のポテンシャルを引き出せます。そうすれば皆さんが持っている筋力を有効に使うことができますよね。同じパワーを持ったライダーが、ペダリングのやり方によっては少ないパワーで楽に走ることも可能なんですよね。それがペダリングする上での奥深さです。サドルの高さを決める上で、簡単な確認の方法なんですけども、今現在この状態で自転車の上にまたがっております。またがった状態でですね、足を下支点の方向に置きます。そこで、ペダルを外します。外したらシューズのかかとをペダルの軸のところに合わせます。その際に足の状況が伸びきっている状態であるといいんですけども、これがペダルから足が離れていたり、この状態でも膝が曲がっていたり、そういう状況ですとサドルの高さが適正ではありません。ですから下支点にある状態の時に、ペダルの軸に足のかかとを置いて足が伸びきっている状態、これがサドルの最も適正なポジションです。次に乗車する時の姿勢です。大事になってくるのが、ペダリングをしている際に胴体がこのようにずれたり、横に振ってしまったり、さまざまな形で胴体がぶれている人がいると思います。これは効率にペダリングをする上では NG です。では胴体を安定させるためにはどういうことをやったらいいのか。大事なところは体幹の筋力を鍛えることです。皆さんの体幹が強化されれば、安定したペダリングが可能になります。またトレーニングだけではなく、ストレッチ等もこなし、体をより柔軟に保つことも大事になってきます。ペダリング効率を高める上での一つの練習方法ですが、片足でペダリングをします。どうペダリングするかというところですけども、ケイデンスを低く設定して片足でしっかり円を描くようなことを意識してペダリングをします。ここで円が描けてないときはすごくギクシャクします。これがギクシャクしないように、しっかり円を描くようにペダリングしてみましょう。片方だけではなく、どっち側の足も同様にやります。ここで円が描けるようになってきたら、両方の足で
円を描いてペダリングができるように確認しながらやってみましょう。さて、皆さんいかがだったでしょうか。ペダリング効率を良くするための一つのヒントをここまではお送りしてきました。このビデオの中でですね、何か疑問があった場合はコメント欄にぜひともメッセージをください。 GCN チャンネルの登録も忘れずに。それでは皆さん、さようなら。